DFM 所属の竹 J です。今日は自分自身の設定の紹介をします。まずはデバイスのはロジクールの G713 とで、ヘッドセットが G Pro X、 マウスがゾーイの EC2C、 マウスパッドがバクシーの PA ブラックを使ってます。どちらかというと椅子と机の高さとかを自分はへそより上に、へそより上っていう感覚でデスクを置いてるので、そっちにした方がエイムが安定するかなって思ったり、それで調整したりして、あとオフラインなんか行く時とかはあらかじめ自分で分かりやすいように、へそから上を机に来るように覚えてます。次、じゃあゲーム内の設定を紹介したいなと思ってます。まずは NVIDIA マネージ 3D セッティングが、ほぼデフォルト、なんかパソコンに負荷がかからないようには一応設定してるんですけど、ほぼデフォルトで、個人的に使ってるものとか特にないです。あとはこの 3D セッティングをパフォーマンスにしてます。じゃあバルラントの設定を紹介していきたいと思います。テキスト言語は日本語で、敵のハイライトからレッド、多分人によって見え方が違うと思うんで、自分と同じにするか、憧れの人と同じにするでもいいですけど、自分に合ったやつを設定してもらって、感度なんかはこれいわゆる防戦士 400dpi の 0.43個、 スコープ感度は適当に選びました。あとマップなんかは全体見れるように、こんな感じに適当にやってます。クロスヘアはできるだけ頭狙えるようにちっちゃいクロスヘアにしてます。1311で、これがフルスクリーンでだいたいオフ低にして、シャープネスとアンチエリアスとフィルタリングを 4×8 にしてます。あとは FPS をグラフのみ、あとパケットロフ、こんな感じで自分の設定紹介を終わりにします。参考にしてください。ありがとうございます。